先日のポケモンユナイトの動画で明らかに相手の動きがおかしいところがありました。それで私はググってみたところ、何度か連敗すると相手が CPU、コンピューターになるという噂がありました。コンピューターの特徴としては、全くゴールをしてこない、全然進化をしない、そして極めつけは5分きっかりにギブアップをするというものでした。私はそれを知らずにコンピューター相手に、お前まだ進化してねえのかよ、いや倒した際ウィーといった暴言を吐いてしまいました。コンピューターであるということを知らずに配慮の欠けた言動を行ってしまったことを深くお詫び申し上げたいと思います。僕、いや僕たちチーム5人が負け越しているのを見透かして、わざわざ CPU となって僕たちに勝ち星をつけてくれたにもかかわらず暴言を吐いてしまったことに対し深く猛省したいと思います。